ジェリー・ハリウェルは、イギリスの歌手、女優、スパイス・ガールズのメンバーとして知られる。愛称は、ジンジャー・スパイス、身長156センチメートル、ハートフォード・シャー州、ワトフォード出身、父親のローレンス・フランシス・ハリウェルはアイルランド及び、スウェーデン系、母親のアナ・マリアは、スペイン・ウエスカ出身、スパイス以前は、マヨルカ島でダンサーをしていたり、ヌードモデルとして、生計を立てていた。 1996年にデビューしたスパイスガールズは初めてのアルバムスパイスが世界中で大ヒット赤毛で元気いっぱいなのが特徴でメラニー・ブラウンと共にグループの中心的存在であったしかし急激な人気上昇や過密スケジュールによるうつ病などの健康面の問題や他のメンバーとの確執が限界となり1998年5月に 脱退を表明、ソロとしてスタートを切る。残されたメンバー4人はスパイスに泊まり活動するが、結果的にジェリの脱退が痛手となり、グループは解散宣言こそしなかったが活動を休止する。1999年にスキゾフォニックを発表、最終的にこのアルバムから3曲もの前衛ナンバーワンを取得し、ソロとして最高のスタートとなる。スパイスのメンバーの中では、 唯一全米でもアルバムチャートに入った。2001年にセカンドアルバムスクリーム、If You Are n o Faster。2005年にはサードアルバムパッションを発表。ファーストほどの印象はないが、それぞれイギリスではヒットしている。ジェリ・ハリウェルのセレブビューティーヨガというヨガの DVD も発売し話題に。2007年6月、ついにスパイスガールズ再結成が決まり、ジェリもこれに賛同。 脱退以降初めて5人が揃った。2010年にゲリバイネクストという水着ブランドでデザイナーデビューした。現在は児童向けの作家として活躍しているが、2013年に歌手技にも復帰。2012年8月ロンドンオリンピック閉会式にて、スパイスガールズとして人よの再結成パフォーマンスを行った。ワナビーとスパイスアップユアライフの2曲のパフォーマンスを行い、 ロンドン名物のタクシーで会場に現れ、5台のタクシーの上に5人がそれぞれ乗って、場内を駆け回るパフォーマンスで盛り上げた。2013年オーストラリア、エスガットタレントの審査員に抜擢。8年ぶりの新曲ハーフオブメも発表。2014年、元レーサーのクリスチャン・ホーナーとの婚約を発表。2016年、メルビー、エマ・バントンと共にスパイスガールズ結成20周年を祝い。 ジェムとして3人で新曲を準備している旨発表。今回の再結成では、ビクトリア・ベッカムとメラニージーは不参加を表明。ありがとうございます。